はい、こんにちは、シャスカです。今回は YouTuber クラブについてご紹介したいと思います。まあ、オンラインの、学びと、インターネット上で学べる、まあ、スクールのようなものだというふうに思っていただければと思います。で、インターネットビジネスですね、まあ、通称ネットビジネスをやっている方で、もう次は、YouTube だっていうのは別に秘密でも何でもないんです。なので私もそのメルマガとかもしくはその実際指導しているコンサルの相手とかもしくはコーチングのクライアントの人にもですね、 YouTube を やった方がいいよと、 YouTube をやった方がいいよっていうのはもう耳にタコができるぐらい言っています。というのはビジネスっていうのはそのタイミングが全てなんですね。実は参入タイミングがもう全てと言っても過言ではないわけです。だからまあ実際ですね、その経営を少し勉強されたことがある方であればもうお分かりになると思うんですけど、ビジネスっていうのは導入期、成長期、成熟期、衰退期って4つのステージがあって、導入期と衰退期っていうのは、まあ、誰がやってもうまくいかないんですよ、簡単に言うと。で導入期っていうのは誰にも知られてないので、結局お客さん自身に知られてないので、結局お金ばっかり出ていくんですね。逆に衰退期っていうのはもうとにかく下りのエスカレーターみたいなもので、とにかく一生懸命駆け上がってやっと現状維持できるかどうかみたいな状態で、この最初の導入期と最後の衰退期にビジネスをやっちゃうと苦労の割には結果が出ないわけです。で、逆の言い方をするとですね、成長期前半にやっている人っていうのはもう逆に本人の努力以上の結果っていうのが出てしまうわけですね。極論もう才能も能力もその努力もなかったとしても、その時代の波に押されてそのままぐーっとこう上まで上がっていってしまうっていう、それがビジネスなんです。だから一番難しいのはそのじゃあいつが導入期から成長期に入るところなのかって、大体ですね、その市場浸透率 10% っていうふうに言われてるわけです。つまり10人に1人の人が大体知るようになった時がその導入期から成長期に入るタイミングだっていうふうに言ってるわけですけれども、10% の人が知ったらですね、一気に 80% までこう広がっていく、それが成長期なんですね。で、結局導入期後半から成長期前半に入れた人、始めることができた人っていうのはその他の人たちが一生懸命努力しても根性を入れてもなかなか出せない結果っていうのを簡単にいともあっさり出してしまうっていうことがよく起きるわけですね。じゃあインターネットビジネスにおける、その導入期から成長期前半に今あるものって何なのって言ったら、それは実はもう YouTube なんです。もう今から Facebook を始めるとか今から Twitter を始めるって言ってももう遅いんですよね。よほどその超有名芸能人でもう最初から名前が多くの人に知られてるとかものすごいブランドが立ってるとかっていう人だったら別ですけれども、今から Twitter や Facebook で大成功するっていうのはもう遅いんですよね。じゃあ今から何ですかって言ったら YouTube です。これは秘密でも何でもありません。多くの人がもう言っていることです。ですが、それだけ言っているにもかかわらず、やる人は本当に少ないんです。もうびっくりするぐらいやらないんですね。やっぱりブログとか Facebook に比べて手間がかかるっていうのが一つと、その動画を撮って、アップしてっていうのがやっぱりブログとかフェイスブックよりも少し手間だっていうふうに感じるのが一つと、それから声を出したり喋ったりするのが苦手とかですね、もしくは恥ずかしいとか、まあ、そういった話も聞きます。で、 YouTube っていうのはフェイスブックみたいにその即こうアップした時にバンって反応があるものではないので、どっちかって言ったら淡々とこう蓄積していく、ストック型のビジネスなんですね。まあ、それもあるかもしれません。Facebook だと自分が投稿したらすぐいいねってついて読者の反応が得られるので楽しいんですよね。ですけど YouTube に関してはただアップしてもほとんど反応がない
ので、やってることに意味があるのかどうかも分かりにくいわけです。ですけど、でも YouTube です。これはもう間違いないです。そうじゃなかったら私がこんなに自分の時間を割いてたくさんの動画を上げているはずがないんですね。で、答え知ってるのにやらない人と答え知ってるからやる人って、ただ単純にそれだけです。本当にそれだけです。で、これはですね、結構上の人たちも実はあんまりやってないっていうか、あんまり力を入れてないですね。YouTube の時代が来るって分かってるんだけど、ついつい目の前の仕事が忙しくて、なかなかこう資産構築っていう形で動画を貯めていかないっていうのが、実は上の人たちも同じことなので、後発組の人が一気に逆転して上に上がる最大のチャンスのメディア、それが YouTube です。まあ、ここまでお話ししてもやっぱりやらない人がほとんどだと思うんですけど、それでもですね、まあ、一応私も答えを知ってる人間の一人としてお伝えしているし、お教えしているところです。もし本気だったら、その成功したい、夢を叶えたいっていうのが本気だったら、絶対に YouTube をおすすめします。ただこの動画を聞かれるタイミングがいつかわからないですけど、もって2年だと思います。2年後の動画を、今私が動画を撮っているのが2014年の3月ですけれども、2016年 の3月だったら多分もう遅いと思います。ネットビジネスってものすごく旬が短いんですね。速度がすごく速いんです。ですから持って2年、もしかしたら1年かもしれません。もしかしたら1年後の2015年3月にはもう成熟期に入ってるかもしれません。だから今しかないです。本当に今がチャンスだと思います。今一生懸命 YouTube をコツ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 動画を撮ってコンテンツを貯めていけばですね、きっと将来のあなたが今の自分に感謝する時が必ず来るというふうに思います。まあ、具体的なノウハウに関してはですね、今回ご紹介している YouTuber クラブっていうのが一番優れた教材だと思いますので、もしご興味ご関心があればですね、この動画の下にある URL をクリックして教材の中身を確認してみてください。繰り返しになりますけれども、今が一番のチャンスです。これはもう大げさでも何でもなくて本当にそうです。問題は答えを知っててやらないのか、それとも答えを知ってるからやるのかっていうだけのことだと思いますので、